はじめに環境政策課から多摩川クリーン作戦のご案内です。環境政策課荒谷さんにお話を伺います。よろしくお願いします。お願いします。まず多摩川クリーン作戦について教えてください。はい、今年の春で78回目を迎える多摩川河川敷の清掃活動のことです。多摩川の河川敷は調布市都市美化の推進に関する条例によって美化推進重点地区に指定されています。この多摩川の河川敷ですが、散歩やスポーツ、釣りなど多くの市民の皆さんに愛され親しまれています。この多摩川クリーン作戦は多摩川をきれいな親しまれる川にすることを目的に昭和54年の春から行っておりまして、現在では毎年春と秋の2回、市民団体や地元企業の方々、河川管理を行う行政機関の方々にご協力いただきながら大規模な清掃を行うものです。うん、綺麗になると気持ちがいいですよね。はい、さあ、この多摩川クリーン作戦ですが、実施日はいつになるんでしょうか。はい、多摩川クリーン作戦は毎年春は4月、秋は11月の第2日曜日の朝8時から9時までで実施しています。平成31年度春の多摩川クリーン作戦は4月14日日曜日朝8時から9時までの予定です。毎回どのくらいの方が参加されるんでしょうか。はい、天候にもよるんですが、毎回おおよそ1000人前後の方にご協力いただいております。前回の平成30年度秋の多摩川クリーン作戦では44団体1061人の皆さんにご協力いただきました。そんなたくさんの方が参加されてるんですね。どんな方々が参加されてるんでしょうか。はい、参加される方の多くが地元の自治会、ボランティア団体、少年野球チームのお子さんたちなどです。最近では新たに参加したいという企業や団体の方々からのお声かけもありますし、個人や親子で清掃活動にご協力いただける方も増えています。参加された皆さんからの感想や反響はありますか。はい、毎年ご参加いただいている皆さんからは、徐々にゴミが減ってきているという意見や、地域の交流や活性化にもつながっており、今後もぜひ参加したいというお声をいただいています。反対に新たにご参加いただいた皆さんからは、河川敷にこんなにもゴミがあるとは思わなかった、河川敷をきれいにできてとても清々しい気持ちになれたなど、今後も参加したいといった前向きな声が多くありました。やはり清々しい気持ちになるわけですね。はい、ただ大規模な掃除ですと、やはりゴミもたくさん集まりますか。はい、そうなんですね。去年の11月11日に行いました秋の多摩川クリーン作戦では、可燃ゴミが350キロ、不燃ゴミが200キロ、粗大ゴミが500キロほど集まりました。また瓶、缶、ペットボトルは合わせて約4350本ほど集まっています。そんなにたくさんのゴミが集まるんですね。参加するにはどうしたらいいんでしょうか。はい、毎年ご参加いただいている各団体にはこちらからご案内を送らせていただいております。もちろん個人での参加、新しくグループでの参加も大歓迎です。当日は多摩川河川敷の京王線相模原線の高架下付近に本部を設置します。朝8時前から受付を行いますので、そちらへ直接お越しください。8時から開会式を行い、9時までの1時間弱が清掃の時間となります。また本部だけでなく、土手の上にもいくつかのポイントを設けまして担当者を配置しております。本部だけでなく、そちらへ集まっていただいてご参加いただくことも可能です。詳細は司法3月20日号をご覧ください。はい、当日は何か持ち物などはありますか。はい、特に持ち物は必要ありません。必要な方は軍手をご持参いただきたいのと、動きやすい服装でお越しいただければと思います。当日は本部にゴミバサミ、ゴミ袋をご用意いたしますので、何もお持ちいただかなくてもお気軽にご参加ください。ああ、手ぶらで参加できるのはいいですよね。もし雨が降った場合はどうなるんでしょうか。はい、基本的には小雨程度であれば実施します。
ただ大きく天候が崩れて好天になるような天気予報でしたら、前日に中止を決定してホームページでお知らせいたします。当日判断に迷うような天気の場合は、朝7時以降環境政策課までご連絡いただくか、市のホームページをご覧ください。皆様のご参加をお待ちしております。みんなできれいにしましょう。環境政策課荒谷さんにお話を伺いました。